い、どうも皆さんこんにちは、ヘイトジェイです。今日はですね、入寮の日なんですよね、今日で。なんで前回の動画の続きです。この服とか見てわかるんですけど、なんで今日はブルー&ゴールドデイっていう日なんですよね。これは何かっていうと、俺も詳しく知らないんですけど、これどういうものかっていうと、とりあえずそのまず名前はブルー&ゴールド。大体アメリカの大学っていうのはシンボルカラーが決まってるんですよ。 UNK の場合は青と金色なんですよね。でブルー&ゴールドデイってなってて、結構今わちゃわちゃしてるので、それを今日ちょっと特別だなと思ったんで撮っていきたいと思います。でそこの羽の下のところになんか T シャツフリーであるっていうらしいんで、ちょっとそれを撮ってきて、ちょっといろいろ回ってみたいなって思います。それでは行きましょう。それではここでクエスチョンです。お、これフリーなんですよね、多分。XL と L 一個ずつ取ってる。XL と L、俺がすか。取っとって。あと今の B すから。お前、お前。こんな感じのデザインになってます。こんな感じになってます。で、あ、しかもエクリプスって入ってる。買っちゃうよな、普通に。いいっすね。エクリプス、これも動画で撮るんですけど、8月の21日、カーニーがドンピシャで、皆既日食のところにラインにあるそうなんで、それも動画で撮っていきたいなって思います。今年の T シャツめっちゃええやつやん。いいっすよね。去年のやつもっとなんか、チャッチかった。本当っすか？去年のやつここに貼ってきます。よし、着替えよう。モザイクかな。乳首もそうや、乳首。いや、俺の顔写真あってます。お、いいね。なんか UNK 感出てきたね。はい、それでは行きましょう。何が何に置いてるか全然わかんないんで、一つずついけるかどうかわかんないですけど、ちょっと一つずつ聞いてみたいなと思います。あ、あのかき氷食いたい。どのかき氷ですか？かき氷めっちゃ食いたい。で、なんかこれ大学だけじゃなくて地元のお店とかも結構展示してあったりして。なんて？なんだべ。これ食べた。これ誰ってくれるんですか？くれ、くれっつったらくれるんですかね？英語でくれって言ってくれ。はい、わかりました。今のくれって言ってくれんとかも全部多分入るよ。なんで俺こんな雑用させられてるんですか？いや、自分で撮りますよ、全然。でも撮られてる感あった方がなんかね、いいよ。やめて、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 やあ、なんかもらったよ。まあこれ後でもう一回写真で表示しますね。Can I get the phone? Alright, thank you. Thanks. これアメリカストローもらえないみたいなんで、普通に食えと感じです。どうなん、なんか日本であんまなさそうなライム味。全然味しないですけど。全然味しないですけど。着色料の味しない。あ、サインアップしてもらっていい？ライムクソうまいっすよ。うまっすか？食べてみます。はい、し。ライムうまい。うまいっしょ。あ、書いてもらっていいですか？なんて言うかね。黒髪だって言うんですよ。黒髪だって言うんですよ。2月に大きい作品フェスティバルがあって、それのためにみんなで動いていく団体なんだけど、 UNK のイベントだったりとか。見てもできないもんな。ということです。ぜひ参加したいと思います。これカメラ持つコツとかあるの？はい、脇締めた方がいいですよね。あんまぐらつかせん方がいいよ。ぶれないよね。そういうようなカバンを配ってます。チャーチ、教会らしいのものですね。 UNK のものとはちょっと違いますね。あー、しい。教会らしいです。あにませよ。あにませよ。Please introduce yourself. My name is Ellie. I'm from Korea, and then my major is piano. Thank you. 今後もちょっと長くなっていきたいなって思います。Thank you. What is your content? Fire at all name. What is your content? Content. I introduce my Chinese culture. Ah. 違うやろ。まあちょっと大層なもの紹介。大層紹介して。
안대가 괜찮아요. 양 먹었어요. 그리고 아무것도 안 먹고 배고파. 빈속에 양 먹었어. 빈속에. 배고파. 아, 진짜 해야지. 생매 헤어카라. 생매 헤어카라. 나는 나시로 가네, 볼게. 카라카라. それ横文字にしたらいいんじゃない？そうなんですね。やっぱそうします。深い教えます。横文字にしてちゃんと。あの子韓国人のモデルなんだ。そうなんですね。地元で。多いですね。うん。なんかプールとかファッションとかの広告に出てる。あの開店前。だから変わったか。ヘイトジェイデレデレみたいな。お手を。こういう感じですね。サンスクリーンごと一応俺と同じですね。はい、ここ今やったのがファーストナショナルバンクって言って銀行ですね。アメリカでは結構主流だそうで、 UNK ではウェルズファンクっていう銀行を使ってるんですけど、アメリカ結構これが主流だそうです。ということですね。次行ってみましょう。そしたら Thank youThank you! Bye! Bye! Are you sad? Yeah! Then we don't have to print it. ウーマンズセンターっていうらしくて、ウーマンズセンターって何かっていうと、日本でいうと女性問題って結構あるじゃないですか。女性差別とかそういうものを主に扱っている UNK 内の施設だそうです。の T シャツを今ちょっともらいました。パンフレットももらったんで、写真貼っとくかもしれないんで、ちょっと皆さん見てみてください。次行きましょう。なんかせっかくなんで UNK のものを展示してるところに行きたいと思います。せっかくなんで、ここジミー・ジョーンズって言って、前もちょっとさっき紹介したんですけど、サンドイッチとかそういう系のものをやって、デリバリーとかもしてくれるんですけど、くっそ早いです。大体2秒ぐらいに作ったり。救急車より早い。救急車より早い。マジ間違えた。間違えた。救急車より早い。番号と名前を書いたらステッカーとかちょっとした食べ物がもらえるそうなんです。こういうものもらえる。中になんかターキーの多分サンドイッチが入ってると思います。後でちょっとじっくり食べたいと思います。めっちゃいいな、なんかわちゃわちゃしてる。祭り感。祭り感ありますね。祭り感ある。今までのカーニー。カッパーリー。何人ですか？何ですか？何人いたの？登録者数が5人ぐらいあったらって言ってるけど。大したことないですよ、90なんて。ちょっとなんか UNK のブースに結構次行ってみたいと思います。いや、ブレー、ぼやける、ぼやける。肩引き抜いてる。ちょっと飲み物探しつつ、いろいろ回ってみたいと思います。そう。声の高さ。今みたいな感じで、日本人結構いるんですよね、やっぱり。寮内とかにも結構同じ人とかいたりするんで。あれやらん。これなんすかね。あ、あれだ、ラジオ局だ。うん。そうだ、地元の。ちょっとやってみたら。はい。MP、take your video. Yeah. Okay. Yeah. 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 Yeah.ポイントものもらいます。で、ここはダウンタウン、今度ダウンタウン行った時も紹介するんですけど、ダウンタウン内にあるローカルなラジオ局ですね。地元のラジオ局の今回は出し物ですね。で、ちょっとなんか T シャツ当たりましたね。今日で T シャツ3枚目です。はい、カニンガハムって言って、まあ俺らがよく行く地元のパブですね、の割引券、10ドルの割引券ですよ。なかなかっすね。ゴミができてるから。めっちゃにぎやか。いや、いいっすね。これ T シャツなんですか？あ、本当だ。これどこだ？あるの。これ何屋さんなんだ？あ、プリント、写真のプリント屋さんですね。にピンポン玉を入れて当てるっていうので見事入れてもらいました。
Okay.